CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日の神谷宗平役も前回に引き続き長谷川さんにお越しいただいてます。長谷川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ずっとドクターズホームということで、はい、まあ、健康住宅ですね、はい、のお話を聞いてきてるんですけれども、はい、まあ、総論、そして前回が、ハード面のお話で、はい、まあ、その住宅の気密性を高めていくことで、はい、まあ、カビとかダニとか、はい、そういったものが出にくくなって、はい、まあ、本当に人体への影響がだいぶ違うんですよと、はい、でそういう長持ちするきちっとした家を作っておくと、うん、はい、トータルで見るとコストも下がるし、はい、そういうことをこう計画的にね考えていないとどうですかっていう提案があったんですが、はい、まあ、全然前回の時にとはいえそのハード面は全体の 25% しかないよと、はい、そうです。もっと大事なことはこうソフト面で、ね、はい、そういったところにこう皆さんの気持ちがね意識がいくと変わるんですよっていうお話だったと思うので、はい、今日はそのソフト面について、はいはい、お話をいただきたいと思います。わ、はい、かりました、はい、ソフト面って言いますとね、はい、まずデザイン性とか、はい、うん、形、それとか色、はい、と音の問題、はい、うん、そういういろいろありますね、はい、と光の問題とか、はい、そういうもろもろたくさんあるんですけども、はい、そのどんな形のものを見てるとどういうふうに脳にイメージするか、うん、どんな色を見てるとどういうふうに脳にイメージするか、そういうどういうふうにイメージするかっていうことが大事なんですね、はい、うん、だからその基本的には人間は無意識のうちに脳に取り入れてしまう、はい、そうですね、はい、それが、うん、どのくらいかっつうと五感を通して入ってくるわけですね、うん、はい、だから子どもの脳の話からしますと、ざっとですね、はい、だいたいこう受精して18日目ぐらいにもう脳が出来上がるわけです、はい、うん、でそれからそのお母さんの五感を通して脳にどん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 入ってくるわけですね、はい、うん、だからお母さんがなんかちょっと暗い家に住んでたり、うん、はい、暗い感じになってると子どもの気持ちも暗くなってしまうわけです。そうですね、なんかそれで脳がどんどんできてくる、うん、それで生まれた時にまだ脳は未成熟です、はい、それから生まれてからやはり五感、はい、視覚からみんな通して入ってくるわけですね、うん、はい、で視覚が一番多いんですけども、うん、そういうそれで育っていくのが5歳ぐらいまで、はい、で5歳ぐらいまでが非常に大事なんです、うん、だから脳の発育には、ね、そうですね、はい、それで今度は、うん、12歳ぐらいまでに五感もまただんだん良くなっていく、はい、うん、そういうふうな大まかに言うとね、はい、脳がそんなふうに出来上がっていくわけですね、はい、だからその環境がすごく大事だっていうことですね、うん、はい、それで、基本的にこう形、うん、例えばアンバランスの形を見てたら、はい、人間の心もなんとなくアンバランスになります、うん、それと例えば行ってきますって言って、はい、玄関のドアを開けた時に隣の塀とか隣の家がドンって目の前にあったとします、はい、そうすると前頭葉を圧迫するわけですね、うん、前頭葉を圧迫していくとじゃあ人間どうなっていくかって考える力なくなったり想像力なくなってくるわけですね、はい、でただいまって帰ってきて、例えば玄関、うん、がドアを開けた瞬間に壁がボンってあったりするとやはりねお父さん帰ってこなくてもいいよというような住まいになってしまうわけですよ、うん、はい、そうするとお父さんなかなか帰ってこない、うん、そうすると家族円満にならないわけですね、はい、そういう、うん、形ってものと間取りあります、はい、ですからそういうものを全部をトータル的に、はい、こうしていかなきゃいけないわけですね、はい、で 脳に無意識に入ってくるものっていうのはですね、はい、だいたいビットで言いますと1120万1000ビットっていう単位なんですね、はい、1000ビット、このスライドもありますね、はい、それで今度一生懸命考えて、はい、考えてこう脳に入れていくっていうのが77ビット、はい、なんですね。すごいですね。もう全然違いますね。そうだからどういうもの色どういう形、はい、どういうデザインそういうものをどういうものを無意識のうち、はい、例えば飾ってある絵とか、うん、写真とか、はい、そういう全てのもの、うん、これが無意識のうちにどん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 入ってきてしまう、はい、ですからそういうものを整えなきゃいけないっていうことが一つあります、はい、それで、形から形とデザイン要するにデザインが、
やっぱりシンメトリーだったりすると美しいですよね、はい、うん、で美しいものを見てると人間の心も、はい、うん、そういう風に美しく良くなってきま す, ね。僕らもそれ意識かけ大学っていうのやってるんですけどそこで先生が一生懸命おっしゃってました、はい、ですから結局そこで美しくないもの、はい、例えば怖いもの、はいはい、例えば幽霊の絵と か、うん、写真とか、うん、般若の面とか、うん、まあ、そういうものをこう常に見てると、はい、恐怖心を抱くわけですね。だからそういう、そして人間の心がどん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 おかしく方向に行ってしまう、はい、だからそういう美しいものをしっかりと見ていくっていうことが大事です、はい、うん、それと今度は間取りですね、はい、うん、例えば間取りについては玄関入ってすぐに階段があると外から入る木がすぐ上に上がってしまう、はい、そうすると2階に住んでる人の気持ちもさ気が吸ってこう外に出てしまうと落ち着かなくなるんですね、うん、ですから玄関入ってホールがあってリビングに入ってからいろんな部屋に分かれていくような間取り、はい、うん、これが家族が円満になる秘訣なんですね。なるほど、うん、なんかそれは間取りにあります、うん、それと玄関のすぐところにトイレがあるとか、はい、っていうと基本的こうアンモニいくら綺麗にしてても、はい、多少アンモニアの匂いがしますね、うん、はい、そういう匂いを嗅いでると即脳ですから、うん、やっぱりイラついてきたりとかね、うん、それと、うん、玄関に、うん、すぐそばにトイレがあったりするとお客さん来てなかなか出らんない、はい、とストレスになりますよね、うん、だからやっぱり玄関入ってホールがあってリビングを通して、うん、それでうん、階段があったり、はい、で各部屋行って、うん、でなるべく奥の方に通りから見えないところにお風呂とかトイレとかそういう生活のものがないといけない、うん、なんか昔の旧家なんかはそうなってますね。今パッとイメージしましたけども、ね、わっと広い玄関があって、はい、トイレって裏側ですもんね。そうですね、全部ね。そうです、うん、それはなぜかっていうとですね、はい、今の家っつと道路側の方に面したところにお風呂とかトイレがあったり、はい、うん、と犯罪に遭いやすい。あ、結局犯罪を起こすのにはそういう、あ、今お風呂に入ってるな、あ、今トイレ入ってるな、うん、と時間帯が分かってしまうんですね、はいはい、とその時間帯が分かって、あ、何時ぐらい寝るなとか、うん、じゃあっていうことでその時にこう入るわけですよ、うん、だから犯罪に巻き込まれやすい。なるほど。それとバルコニー、はい、ここがバルコニーがこう透けてればまだいいんですけども、はい、どうしてもバルコニーがある作ってしまうと、うん、こう壁になって作ってしまうと、はい、そこから忍び込んで、うん、そしてだいたいバルコニーがあると2階鍵かけないで出かけちゃう人多いんですよね、うん、そうすると犯罪に巻き込まれるっていうケースが多いですね、はい、うん、だからそういう間取り、はい、まだまだたくさんありますけども、まあね、防犯の要素もあるし、うん、防犯関係もそうなんですけどね、はい、それと今度は色ですね、はい、色ね、色大事ですね。色は非常に先ほど前々回も話したんですけども、はい、ね、例えば、うん、コンクリートの打ちっぱなしの、はい、うん、学校と、はい、または病院とか、うん、そういう色彩豊かなものじゃない場合ですね、はい、うん、やっぱりそこに、うん、色彩を入れてきれいにしていくことによって、うん、やっぱりアメリカではやっぱりそういう実験があるんですね、はい、大学でね、はい、で そこに色彩を豊かにデザイン豊かにしていくことによって、うん、子どもの成績が 11% 上がった、うん、はい、で病院も色彩豊かにしていくことによってデザイン豊かにして退院のが早まった、はい、で薬も少なくなった、うん、うん、っていうような、うん、データもありますね、はい、いや本当ね、デザインとか色彩とか僕もヨーロッパの学校とかよく見に行ってるんですけど、ね、やっぱりすごくおしゃれなんですよ ね、学校の中カラフルなんですよ。そう考えると本当、まあ、日本も最近東京の、まあ、お金がある自治体の ね学校なんかは、ね、結構いい感じに、ね、作ってるんですけど、ね、まあ、やっぱり30年前とかに作られた学校とかだと、ね、もう本当になんか、まあ、言葉悪いですけど辛気臭いというか、ね、暗い感じので、ね、
なんか毎日楽しみにしてね学校に行けるような感じじゃないなと、本当に灰色で床がグリーンで、ぐらいの、それじゃあちょっとなと思う時が確かにありますね。そうですね、なんか住まいも同じなんですね、はい、例えばあの寝室、はい、寝室なんかは やはり落ち着いたベージュ系とかね、はい、そういう色にしとかないと、まあ気が早く動いてぐっすり眠れない、はい、だからそこに例えばカーテンが、花柄だったりすると気が動いてしまう、なんかゆっくり眠る、はい、だからベージュが主体で、はい、そしてちょっと、健康になりたければグリーンを一面使うとか、でちょっとね心があれして癒されたいとか、っていう場合にはちょっと一面、紫を使うとか、香りで言うと、ラベンダーの香りとか、ラベンダーいって言いますね、そういう風に寝室は寝室の色があるわけですね、色とか香りが、それでリビングダイニング、やっぱり帰ってきてただいまって帰ってきて癒される、癒されてちょっとやる気になってくる、やる気になるものっていうのはオレンジ系なんですね、だから全部オレンジ系よりもちょっと、イエロー系を、薄いイエロー系を入れて一面オレンジにするとか、例えば椅子、例えばダイニングの椅子をオレンジにするとか、でテーブルはできるだけ丸くする、あ、そうですね、そういうふうにすることによって家族が円満になる、まあ、いろんな形とか、そういうものがたくさんあります、だからそういうものを全部、ドクターズホームは、全部計算されたっていうか、そういうものをバランスよく取り入れて、提案をするソフトの部分ですね、だから香りもそうですし、音もやっぱり1階と2階で音が響いたりするとやっぱり親子関係、ね、次の日になんかどっちかが怒ったり、そういうことが起きてしまうわけですね、だからその音も非常に大事ですよね、だからそういったものがバランスよく、住まい設計をしなきゃいけない、それと、人間の体ってのは、これは陰陽五行って言うとあれなんですけども、陰と陽、これ宇宙全体が陰と陽でできてるわけですよね、人間の体ってのは陽が6割、で陰が、4割なんですね、ですから住まいは逆に作んなきゃいけない、今の住まいはほとんど直線ですよね、そうです、と直線っていうのは陽なんです、陽、で R とか丸、これはあの陰なんです、ですから当然住まいは逆に作る、そうするとそこにいるだけで癒されるっていうか、心が癒される、なんとなく居心地がいいなってなるわけですね、ですからテーブルが丸かったりとか、ちょっと、柱の角とか、いろんなところの角面っていうんですけどね、そういうところをちょっと R に持ってきたり、下がり壁を R にしたりとか、まあ、そういうの R をたくさん取り入れている、っていうことが必要になってきます、ただコストがかかるわけですね、そうですね、だから皆さん直線が多いわけですね、またそういうことが知らないかもしれない、そんなこんなでその陰と陽とかそういう陰陽五行のことまでを全部入れていったり、風水とか、そういうものも木の流れがどういうふうになるかとか、そういうものを全て取り入れていって、ソフトの部分になってくるわけですね、いやでも本当にこの間からも聞きながら、あまりにもやっぱりその分野っていうか、考慮しなければいけないものが多すぎて、なかなか僕らなんかちょっと聞いててもパニックになるというか、そんな分かりませんってなっちゃうんですけど、これ聞かれたら多分僕と同じような感想持たれると思うんですね、そういう場合ってこうどうやって勉強すればいいのかとか、逆にまあ、知ってじゃあそういう家に住みたいなと思ったらどうすればいいのかっていうのは何かありますか、まだ学んで、そうですね、ドクターズホームで、連絡いただければ、勉強会、一人であっても勉強会はやります、あ本当ですか、ただ予約していただきたいですね、そしたら
まあ、大崎に、はい、事務所があるので、東京の大崎に、東京の大崎にね、はいはい、だからそこで来ていただければ、はい、そこで時間を取って、うん、あのその人のために、はい、まあグループで来てもいいんですけども、はい、あ、それじゃあ僕らが中で20人ぐらい集めて、その勉強したいですってお願いしたら来てくださる。そうです、はいはいはい、それでどん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 ね広がっていけば、うん、あのそういう住まいが一軒でも多くなっていけば、ね、はい、だからこれもあの住まいだけじゃなくて、はい、オフィス環境とかね、うん、アパートとか、はい、マンションとか、うん、そういうリフォームでもそういうこともできていきますね、はい、うん、なるほど、リフォームでもできるということですね。うん、でまあそこで学んで納得したら、まあ、自分でそういうのを、まあ、相談してもいいし、地元の工務店さんにお願いしてもいいしと、そうですね、まず本当そういう情報を ね、 そうですね、知らないとあれ で、 いや僕も本当にあのね、あの共通知人に、あの紹介いただきまして、はい、それでねそういうものがあるんだって聞いて、でも僕もやっぱり自分で検証しないと気が済まないたちなの、ね、で、ね、で話だけじゃ分かんないよと思って行かせていただいて、で、ね、でお話聞いて、で泊まりに行って、で、ね、でやっぱり体感して、うん、ということなので、ぜひ皆さんも、まあ、あの僕はあくまでいい情報なので提供しようと思ってるだけ で、 で、ね、別に何かこう押し売りしようとかそういう、ね、ネット通販じゃないのでこれはあれなんですけど、でももしそういう考えなかったなっていう方いらっしゃってて、これからお家のこととか、あとお子さんがちょっと体調がね良くないとかあれば、ひょっとすると住まいに原因があるのかもというふうに考えていただいて、で、まあ、ご相談して学ん で、 そうです、で自分でいいなと思えば、まあ、またそこから一歩進めるということですね。そうですね、住まいの健康診断とかね、うん、そういうこともあの実際にはやります、はい、それでどういうふうにしたらっていうことで、うん、そういう提案もできます。そうですね、あと僕の仲間は経営者が多いんですけど、例えばオフィスデザインみたいなこともやってくださるんですか。そうですね、いやね、絶対僕ね日本オフィスデザインした方がいいと思っていて、ね、やっぱりねもう、まあ、あんまりヨーロッパは全ていいとは思ってませんけど、でも行くとですねオフィスがすごくおしゃれで、あ、こんなところで働きたいなってみんな言うんですよ、一緒にいた人たちが。ってことは逆に日本のオフィスがまだまだね良くないんですよ、環境が ね、 そうですね、うん、だからそういうところもあのトータルで考えるときに結局生産性上げていかないためだから、そうみんなが会社に来て気持ちよく働けて、そうですっていう状態を作るのはやっぱり僕経営者のね、そうです、うん、務めだから、うん、なんかそういうところにもちょっとつながるのかなと思いましたね。そうです、はい、わかりました。まあ、今回あの最初でも本当基本的なことだけだったと思うので、またぜひあの、ね、講習もお願いできるということなんで、はい、なんかまた僕もいろんなコミュニティあるので、そういったところでご指導いただければ、はいはい、いいかなと思いますので、はいはい、今回どうもありがとうございました。ありがとうございました。